で敵は勝手にこっち側に来る。で相手はね、大体右側周りに来るんだっけ。まあ、これ待ってろ。おっ、痛い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 、切る痛くない、全然問題ないよ。おお、はい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 、お腹すいたよ。おお、おにぎりはいっぱいあるからね。あそこどうやって行くんだ、右上から行くんか。オッケーオッケー、よいしょ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 、はい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 、こっち、おい、オッケー。お、地面武士はここで戦いだった。よしよし、ちょっと後ろ行って、さあ来い。おねえこいつ、おいおい、会うぜ、おい。あ、これでいいな。オッケー、経験値10もでかいからな。さてさて、さっきのね、これをね、たまに押すとね、出てきたやつでも寝てるやついるんだよな。だからこれを押しておかないと、あの敵は来ないからね。だからこれがあると勝手に敵はこっち側が来るからね、すげえ助かるんだよね。お決め武者、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー、オッケー。ガマグッチとか来んもんな、この辺は。なんか変なやつが進化したら逃げよう。ちょ、近くを取っか。おい、なんや、あれ、貴様、あ、俺に喧嘩売ってんけ、武器がしねえ。あ、いいね、勝手に起こしてくれるのも楽やな。はい、お、これいい感じやな、いい感じ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 、オッケー。いやー、最近、うお、ハブになってんじゃん。いや、ハブンでも倒せ、あーって倒せる、ハブン倒せるんじゃないかな。はい、お、強い、骸骨窓の杖結構強いんだよな。倍速、一時しのぎと、なんかあったような気がするけど忘れたな。ほら、ウェイ、バズカウンター、強い。いや、最近ゲームのやる気はないな、ちょっと夏バテかな、なんかな。スプラトゥーンもそうだけど、なんかやる気で起きないんだよな。もう全然スプラトゥーンせっかく買ったのにやってないんだよな、マジで。でね、ゆっくりの、ね、動画もね、ちょっと作ろうかなと思ってね、ツイッターでもね、あの、作ろうかねみたいな感じで上げたのにね、全然作らないというね。どんだけやる気ねえんだって。うわ、ハンニャー、ハンニャー弱い気、いや、うわ、そういや、ハンニャー。でも最近あの動画のため撮りのもうやつが全くないからね。もうこの試練終わったらもう完全に動画のあれがないからな。はい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 、レベル11ぐらいまでちょっとあれ欲しいな。さあ、ごいごい、いいね、このレベル上げ超楽なんだけど、うるさいけどね、ちょっと。あ、ガシしない、はい、おにぎり食うよ。おにぎりもちょっと少なくなってきたな。次というか、もうここら辺のやつら倒したら、もう上にじゃねえ、階層行くか、下にな。痛いぞ、ほら、こうして来いや、こうして来い、こうして来い、オッケー、オッケー。いないかなーっと、いるじゃん、ミスター。痛い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 、すげえミスター、めっちゃ下手なところ見せてしまったな。で、ここに行ったら、あ、亡霊が勝手に、あれ、亡霊いなくなってる、なんでやねん。どっかこのダンジョンに亡霊がずーっとさまよってるんだな。お、ピータンめっちゃ欲しい。ピータンは必ず倒すとおにぎり落とすから、これはめっちゃ欲しいな。おにぎりがこんなになくなるなんて思わなかった。はい、オッケー。あー、レベル12ぐらいまで欲しかったけど、ちょっと無理だな。
まあ、実際掛け軸裏はレベルいらないんだよな。強い防具があればなんとか、あと罠のなんか罠の巻物があればなんとかいけるんだけど、それでもきついんだよな99回は。こうしてこうして OK。 あ、レベル10ちゃんあった。よし、もう行こう。さあ行くぞ、掛け軸裏の7階。子供戦車か、いいところになんかあるじゃないか。そんなに持った？とりあえずあれだな。あれ、ザ・ソウ。おにぎり食ってもいいかな、もうちょいか。とりあえず拾う。はい。で、装備だな。あ、なんで置いたし。拾って、装備。つるはし2つあるのいいね。お、ねえ、さん。おい、ねえ、さん。おい、俺に頼ると思ってんのかい。とりあえずアイテムをな。おとぎりそうあるから、いや待てよ、保存の杖欲しいな。仲間聞こいらんか。これを投げると、はい。まあ普通ならね、試練のレベルが低かったり弱かったりすると、こういう罠を使って倒すんだよな。ちょっとそれをね見せよう。あ、子供戦車、はい。痛い痛い。この選手は強いな。投げる。ほい。痛い。やばい。どうしようかな。調子乗った。あ。どうしようかな。はい。あ、痛い。あ、ダメだ。おとぎさんの。下手くそだな、俺。あ、痛い。死ね。なにやばい。痛い。やばいぞ、これ。あぶねー。マジ油断した。油断というかバカだったな。待てよ、右下からは絶対来ないから。ふぃ、ちょっと見せようかなと思って、ちょっとあれだったな、ちょっとバカしすぎたな。おお、出てた。よし、回復。で、子供戦士倒すか。はい、オッケー、一撃じゃん。なんだよ、こんなやつにびっくりし、ビビりやがって俺。いいぞ。デビューターよく眠るね。めっちゃ往復してんじゃないか、あいつ。よし、じゃあ、右行って。結局見せれなかったな。くっそー。まあいいけどさ。ポリゴン絶対こっち来るから。はい、あ、ミスった。あー、ミスった、今の。ポリゴンは、どんなに敵が、遠くいても、こう来ると来るんだよな。だから攻撃を2回すると勝手に死んでくれる。デブーターいいね。装備が強いからな、結構いけるはずなんだけど。でもね、この装備じゃちょっとねまだきついんだよな。はい、マールポリゴンのね最上位版のね肉を食えばな、もうね満腹度をねマックス200とかにできるからな。向こう絶対いけるんじゃん、これ。どっか掘るんだろう。まあいいや、ちょっとめんどくさいから次上行っちゃおう。わあ、なんだお前。わあ、いいよ、レベル12。オッケー。1階層に1レベル上がればちょうどいい感じなんだけど、しかし店ないな。店1階、あ、お、なんか死んでる。あ、痛い。いや、別にいいけど。あ、そっか。これで死んだらデロデロになるんだってな。忘れとったわ。これでそうだ、おにぎり稼げるんだったな。完全に忘れとったわ。食べるわ、普通に食べるわ。にゃーん、いいんだよ別に。
落とし山なんかいいね。とりあえず探索探索っと。おい、ウドゥバ。うわ、熱い。30は言い過ぎだったな。ウンドゥバーで攻撃されても死にやすみやったな。うわ、スーパーゲイズ。あ、普通のゲイズか。これ問題ないよ。スーパーゲイズが超強いんだよな。制動庫ね。はい、オッケー。おにぎりいいね。おにぎりいいね。次食べよう。うまっ。どうしようかな。チメグミ使っとこうかな。バトルカウンター強いしな。完全にこれ使うの忘れた。絶対これ、おい、お前早く使えよみたいな感じで思ってた人多かっただろうな。見てる人はな。俺は全く思わなかったけどな。おにぎりもいかんか。拾う。で、きれいにして。よし、さあ行くぞ。アイテム、アイテム。私にアイテムをください。セルアーマー結構強いんだよな。盾をな、ぶっ飛ばすやつだからな。だから、俺つえーとか思って、あ、なんだ、余裕ぶちこ調子乗っとったらな、死ぬからな普通に。ぶちこぶちこぶちこ、おいしょおいしょおいしょ、ウンデュバエンデュエンデュ、よし、オッケー、いいね。金だけはあるな。まあ掛け軸裏っていうのは基本ね、あれなんだよな。レベルが、レベルじゃねえ。金が集まりやすいんだよな。おにぎり食っとくか。いや、いいやろ。罠しがあるから。あ、罠しじゃない。罠の巻物があるから。まあ、いざとなったら罠の巻物で、敵をね、おにぎりにさせまくったらいいんだろう。なんだあいつ。子供戦車の前に、子供戦車先に出たのにな。このクロス坊やは、子供戦車の1個、レベル低いバージョンなんだよな。あ、もう30分経ってんじゃん。さてさて、おこれレベル上げができるけど、ゲイズちょっと、ゲイズ超強いんだよな。ゲイズこっち来てるはずだから。これ盾ってどんぐらいだったっけ。まあいいや、とりあえずこれ打とう。はい、倒せる。はい、オッケー。まあ基本一撃に倒せるけ問題なかったんだけど、うん、どうしようかな。とりあえずアイテム探すか。バネね、うん、バネいらないな。うーん、何もないんかな。お、いいね。よいしょ。あ、絶対将軍アリいるじゃん。将軍アリは攻撃力、あー高いからね。といっても俺の攻撃力が高いから問題なし。お、来た、火炎入道さんじゃないですか。チーズチーズ、オッケー。一回回復して、はい、別に呪ってもいいぞ。もう結構装備強いからな。お、子供戦車、子供戦車は通路じゃ絶対に撃てないから雑魚なんだよな、通路だったら。お、いいね、吹き飛ばし。薬草か、うーん、2つあったよね薬草。あ、おにぎりがあるんか。おにぎり先食っちゃおう。よし、で拾うと。ゲイ、もうないかな。いや、まだ左が行ってないな。へいへい、あ、ミスった。何もないわ。えい、ほい、オッケー。うわー、どうしようかな。もう行くか。あ、なんこいつピータン、ウンドゥバかよ。ウンドゥバ倒しちゃうか。あんま強くないしな、今の俺からしたら強くないから。はい、クロスアーマー、セルアーマーか。進化したらね、クロスアーマーになるんで。ああ、もううぜえぞこいつ。死ね。よし、死んでくれた。おわ、だい、まあ、お前。まあまあ、死にやすいんだろ。はい、オッケー。うわ、なんだお前。ああ、やばい。ああ、危ない。ああ、まだいるの？どうしたんだ、こいつら。死んだかと思ったわ。危ねえ。そんなおる？これまだおるんやね。ほら。いねんかい。ねえ、それ。圧勢か、圧勢鑑定しておきたいな。まあいいや。とりあえず行こう。はい。とりあえず HP はマックスにさせていかないとな。あー、こいつか。とりあえず、ここら辺で。はい。はい、ナイキ様。はい。
はい、普通に攻撃してこい。はい。はい。ああ、貫入度か。まあ、普通にガチレルでしょう。OK。うわ、パプリコ、パコレプキンか。読みづらいぜ。うわ、うぜえ、こいつ。よし。あ、ここは嫌だ。よし、OK。あいつマジ強えからな。初見殺しにも程があるからな、あいつは。オベア、いいね。オベアいいけど、なんつってよかな。捨てるないな。これいらんか。いやけどな、これ地雷、これ地雷が無効になるんだよ。あ、スナックするのか。スナックするぐらいならいらんか。よし。配合させたいわ。あ、なんもねえわ。配合の壺とか、出てくるんかな。今俺のこのデータ、このデータね、うわあ、びっくりした。マムン超強いやんと思ったけど、そんなに強くなかった。あいつデロデロになってるぞ。おにぎりね、おにぎりいらんけんな。まだまだいいや。おお、ここはあれ開くじゃん。こっちか。オッケー。あれ、こっちない。あ、なんもねえじゃん、なんもねえじゃん。くそ、あ、罠か。罠欲しいな。つらし1個いらんかな。いやー、鉄いらんか。あ、撃つ。これ拾うと。はい。さあ、アイテムなんか落ちてないかなーと。ここ一本釣る。うわー、やめで。投資とかあったらな。投資っていうね、もうアイテムっていうか、あの、ね、ダンジョンが速攻で分かるようなね、チートアイテムがあるんですよ。それが欲しいんだよな。っと、おい、死んでくれ。 OK。 おっと、ギソ飲むか。おっと、ギソの前に薬草飲もう。薬草を HP マックスの状態で飲むと HP がね、1増えるというね。おっと、ギソの場合は2増えるというね、まあ、これもね、知っておかないと。支援はね、基本的にワオ、支援は基本的に知識がないと面白くないゲームだからな。ほい。だからやりまくっただけ面白くなるというね。うん、よし、ここら辺は何もないな。ただなぁ、ちょっとなぁ、巻物がちょっと弱いんだよなぁ。よいしょ、よいしょ。えい、えい、へい、へい、へい。あ、杖鑑定するの忘れたな。次の敵で鑑定するか。あ、デロデロになったの、どんどん。来た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 。こいつをちょっと、あれするか。桜の杖を振る。お、場所がいいね。場所がいいぞ。じゃあね、金縛りがね、あと何個かなんだよな、ミスター。名前。場所がい、ばばばばば。バシでいいだろ。で、杖がいいところっていうのは絶対に外さないっていうことなんだよな。もし外すとするならば、あの、投げたりした時なんだけど。うおい、いいのあるじゃんこれ。踏むよ、めっちゃ。これね、踏みまくったらね、もうそのまま落とし穴作って下に降りることもできるし、敵をぶち殺しまくるっていうこともできるから、まあそんなにね、実はね、低階層でレベル上げする必要は全くないんだけど、まあ一応ね、安定したい方はやっぱね、低階層でレベル上げた方が絶対いいんだよな。はい。で、こいつは勝手に死ぬからな。勝手に死ぬから、お、いいね。俺が今起こそうかなと思ったけど、勝手に死ぬから、これをもうずっと足踏みだけで敵が死んでいくというね。うん、なんか杖敵いるじゃん。おわ、ちょっとやべえぞ。あいつ爆発で殺せるな。待てよ。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。待てよ、待てよ、待てよ。ここ、こうして。よし、来いや。あ、いいね、いいね、いいね。そうそうそう。あ、いいっすね。はい。はい、オッケー。ここ最強な、ここ最強じゃないか。お、いいね、いいね。これ、経験値もらえるの超でかいんだよな。さあ、レベル15ぐらいになったら、もう落とし穴踏んで先進もうかな。あら、痛い。で、こいつがね、空中にいるから罠踏まないんだよな。確か踏まなかったような気がする。気がするだけだけど。
いいね。うわ、いった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 。なぜ2回も撃たれた。よし、オッケー。クロスボウヤ落ちていったね。倒してほしいな。でおにぎりもね、もうそんなにあれだから、ね、いらないから、ね、あ、やばいやばい、うん、よし、行こう。じゃとりあえず探索していくか。てかアイテムも落ちないんじゃないか、こんなに罠増やしまくったら。それがあれだったらダメだったな。ちょっと増やしすぎるのもあんま良くなかったな。その回敵は勝手にしなきゃだな。はいはいはい、関係ない関係ない、いける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 で、普通のね試練ねずっとやってる人はね、掛け軸裏とかもね全部ね、どの時にモンスターがね出てくるのかっていうのを覚えてるんだけど、もう久々すぎてね全然覚えてないというね。ウェイウェイ、全然怖くないぜ。明かりか、明かりいいね、明かり超いいじゃん。音切りそう、待てよ。薬草飲んでおこう。移動。OK。明かりは超いいぞ。使い捨ての盾。ああ、使い捨ての盾超いいね。ああ、つらい知らんか。一個つらい知らねえ。これ使い捨ての盾が超強いんだよな。まあほんと使い捨ての通りに、まあ、防御が300になる、装備なんですけど、その代わり、あれなんだよ。攻撃されるたびに1減るというね。どんどん錆びてしまうというね、そういう仕様になってるけど強いというね。えい、精度こいらん。だから本当にピンチの時は使えるというね。だから本当にピンチの時に使えるアイテムを今探してる途中なんですよ。明かりとかもね、それになるんですけど、掛け軸裏はね、常に怖いからね。安全っていうね、状態があんまないから。しかしおにぎりデロデロのやつなんて全然ないな。おお、いいね。いいね。いいけど、どうしようかな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。